このおよびご観覧の皆様、頭をお下げください。お直りください。今回はですね、この角切り行事ということで、あらかじめ捕まえておきましたオスジカ、まあ言うなれば、人間の世界で言ったらですね、もうエリスぐりの、スポーツ選手みたいなものでございます。これが、集められてましてですね、今皆さん見ていただいてますように、3頭ずつですね、放されまして、1頭ずつ捕まえて角を切っていこうと、その様を見ていただこうということでございます。さあ、ごちそうでしょう、瀬古の皆さん、準備の方は整ってまいっていますでしょうか。瀬古の皆さん、今ね、ちょうどこう角を突き合わせ、こういう風な状態でございます。さあ、ぼちぼち、あ、声が上がってまいりました。扉が開いて、そして瀬古たちがぼちぼちと、登場してきます。皆さん、盛大な拍手で瀬古の皆さん、お迎えください。この角切り行事の魅力というのは、鹿を追いかけていくんですけれども、鹿を気づけないでどのように角を切るのかっていうところでございます。まずは列を出して、赤い方ですね、この皆さんと僕ですね、鹿を一つの場所に振り切って鹿を追い込んでいこうというところです。そしてその通路の最後に、竹をですね、十字に組んで、縄を、ここにかけている十字、これを投げるというです。さあ、この皆さんも毎年やってきた、そこをですね、3年ぶり改めて、時間をどうやって捕まえようというところでございます。まさにですね、走る、そして、この練り合いということでございます。瀬古の皆さんにですね、頑張れと言ってやっていただきたいというふうに思います。長いですね、鹿の頭を、ここに
頭が動かないようにという配慮でございます。大丈夫。これでこっちに来ないです。はい、ちょっと枕が はい、ここで登場いたしましたのが語る姿の神官でございます。右手には鹿を落ち着かせ、そして、走り回りましたので、ね、喉も乾いています。鹿に、水を与えまして、まずは落ち着かせます。続いてこの硬い角をですね、切るためのノコギリでございます。ちょっと特別なノコギリでございます。はい、ここから太鼓の音とともに一本一本の角をゆっくりと切ってまいります。これを。
二番目あたり来てないな。なかなかつかない。したがって、勢いはよく進めていこうということで、この宇治家の方も、あの縄が引っかかっているなと思っているということで、この方も、練習は、取れるよな。それとも、どうか構えることができるでしょうか。入らん。ちゃんとさ、ちょっと前の方が、さあ、瀬戸宮さん、頑張れてるこの永遠が強敵だと構えていこうという、そういう力になっていきます。
の角が、鹿にとって切られてしまうと痛くないのかということを言われています。私も鹿になって角を切られた経験がないので、痛いかどうかというのは鹿に聞いてみないとわからないんですけれども、専門家というんですか、もう日々ね、この鹿と、お付き合いしている愛護会の皆さんからの言葉によれば、鹿の角は、切っても鹿は痛くないんだそうでございます。と申しますのも、この春から夏にかけて、鹿の角伸びていくんですけども、血流ですね、この血流の中に含まれているカルシウム分がどん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 と重なっていきます。結局これは人間の爪と同じなんだそうでございます。はい、ありがとうございます。まず、太鼓が、はい、そうかね、売ってんねや、お子様から聞こえてきますが、何歳ですか？おー、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 おー
負けてたら飽きまへんで。元気や。これはイカの方がいつまで焼けるのでございます。はい、さあ、もうあまりイカの方を走らせすぎるとイカを弱めてしまいます。さあ、しっかり捕まえていこう。はい、鹿の息も荒い。しかし、へこたす息もだんだん荒くなってしまいます。このような形、見ていただきまして、皆さん、どのようにお感じになられましたでしょうか。まあ、確かに鹿にとってはこれ大変な負担でございまして、瀬古崎の方の方が命がけでございます。そういうふうな状況の中で、できるだけ鹿を傷つけないように、そしてチームワークを図って、そして瀬古崎も鹿を捕まえて角を切っていく、まさにこのやり方というのはもう伝統行事で消えています。このような形で皆さんにお見せするということも非常に貴重な機会でございます。ぜひですね、このようなまさに鹿を傷つける、鹿らこういう鹿が、まあ、人間とどのようにして共生していくか、そういうふうな様をですね、見ていただいたというところでございます。一本角が切られました。そしてもう一本の角も切られてしまいました。そういうことね、え、手で捕まえるのがすごい危険です。はい、セリフがちょっと疲れてる。Thank you.
では場内の皆様誠に恐れ入りますが、今回の続きに、お客様の方は入れ替え制というふうにさせていただいております、前の方から、押し合うことなく、順序よく、ご対応いただきますように、今年につきましては出口の方はこちら放送席側とそして入ってきていただいた側、両方ですね、ご対応というふうな形を取らせていただきます。それぞれ押し替え方からこの時の、バリアフリーではございませんので、段差の方もですねちょっと大きいところもございます、気をつけて、ご対応いただきますようにお願いを申し上げます。